どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。 1g25円で天守閣の切り売りをしているさやです。すげえ商売してんなお前。ちょっとずつね、ちょっとずついつしかなくなるんだ天守閣そうなんですよね、やっぱクソ迷惑じゃねえか。先をちょっとちゃんと見ないとビジネスって。先を見るとかじゃない。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、一個いる大天使。これあれなんだ、この後サクとサキエルになるんだ。お、あ、そんな発想が。君は天才だ。持ち上げるなよ。自分会社で働いてる。クソギャグ。株式会社クソギャグ。前株クソギャグ。はい、まあそんなことはどうでもいいんです。はい。こちらでございます。マネキン。ということで今回やっていく企画はこちら。デッドリ。黒の石がマネキンに全力カスタマイズ。エドじゃ。参勤交代してる。まあ、ということで今回は、その今言ったように、マネキンに全力でお絵描きしてやろうと。はい、顔を描いたりとか、もう自分好みのカスタマイズをしていっちゃおうかなと思うんですが。思うんですよ。はい、じゃじゃーん。怖っ、ちょっと。はい、今回はこの100均で実はね、はい、売ってるんですよね。これウィッグ乗せる用のマネキンだったり、はい、デッサン用のマネキンだったり、まあ、ちょっと用途は様々だと思うんですが、はい、まあ、ということで今回はこちらに、はい、こう自分たち独自のペイントを施していこうかなと思うんですが、はい、今回なんでこのマネキンをカスタマイズね、させていただくのかというと、100均でゲンさんが興奮してしまったからね。違いますよ5回しか招かねえだろ。ドキッ、一目惚れってなっちゃったからね。やべえやつだね。まあなんで今回ね、はい、マネキンをカスタマイズするっていうことになったかというとですね、はい、はい、僕が別に100均で興奮したからってことではないんですよ。え、違うんですか。違いますよ、違うって言ったじゃねえかさっき。え、じゃああの時お店にいたゲンさんは一体。なんで急にホラー、やる、いいよ夏の世にも奇妙な物語特番じゃないんですよ、別に。いや、普通にですよ。はい。3D ペンアートってこの間やったじゃないですか。やりましたね。はい、なんか予想以上に大好評いただきまして、ありがとうございます。あれはあれですごい楽しかったというか、うん、まああれまたね、チャレンジしていきたいなと思ったんだけど、うん、いやもうだったらよ。はい。もともとあるやつに描いちゃうだけだったら、めちゃくちゃインスタントに自分の好きなさ、うんうん、絵を描くときの資料作れちゃうんじゃねっていう。あー、資料作れちゃうんじゃねってことか。そう。だから、うん、推しも召喚できるでしょ、うん、推しも召喚できるし、100均で売ってるあのマネキンってやっぱりあのデッサン用とかに使えるから、うんうん、ウィッグかぶせる用とかでもあるんだけど、やっぱ影とかのさ、うんうん、どっからライト当てたらどんな感じに見えるかっていうのがちゃんとこうお手軽に分かるっていう良さもあるんで。そうですね。それに自分の好きな顔とかをさ、うんうん、描いといたらさ、めちゃくちゃいい資料になるんじゃないかなという。じゃあ今回の企画はこういうことですね、はい、お、プロの絵師が推しの生首作って煮たり焼いたりしてみたー。ふーじゃないんだよ、やめろやめろやめろ、怖すぎんだろ字面がはい、まあということでこんな感じでやっていこうかなと思います。はい、ということで早速もう描いていくんですけども、僕はそのままペタペタと塗っていこうかなと思いますが、いや、私の描くこれと、はい、鼻の高さがちょっと高すぎちゃうんで。あー、そうね、結構リアル目だもんねこれね。ちょっとうん、削いでいこうかな。怖いな。大丈夫、さやさん、さやさん、鼻削いで大丈夫、削げる、ちゃんとイメトリしてんの。そうそう、しかも下から上に、下から上に削るじゃあ行きますか。さやさんがやってる間に僕はもう肌色作っちゃいますね。見て、ね、いちいち見せないで黒いからあ、でもなんかジャパニーズ系になってきた。だんだん日本になってきた、ね、だんだんジャパニーズノーズになってきた。今回でもそれはアクリル絵の具ですね。そう、今回はアクリル絵の具で顔にまずはね、ペイントしていって下地を塗っていこうと。これさあ混ぜていきましょう。ちょっと濃いかな、濃いな、もうちょっと白目にしたいね。もったいないと思って、あって聞こえた今、うん、手術中に声が聞こえた、一番嫌なワード出てきた。うちのお父さんが注射した時に看護師さんが言ってたってさ、怖っうちのお父さんが注射した時ね、ほら俺新しいやつだからよくわかんないんだよな、まあいいかっつって注射された。まあいいかよし、じゃあ塗りますよ。あー、見てー、おげんさん、あのね、耳寄りな情報があるんです。なんですか。どうやらね、はい、熊本城の天守閣が5年ぶりに一般開放されたらしいんだよ。なんで今そのニュース来た？熊本情報。やっぱね、静岡県民と岩手県民にはぜひこれをお伝えしなきゃいけないなと思って、うん、今日この撮影に臨んだのさ。なんで静岡県民と岩手県民にお伝えしようとしたの？熊本城の情報を。今だって聞こえるでしょ、ほら。ありがとう、ありがとう、ありがとうって
聞こえるでしょ。やばいやばい、さやの中日本地図どうなっちゃってる。今日変な夢見た話しようよ。今日変な夢見た前提なのやめて。見てないの？どんな変な夢見たの？マイクカラーリングしてみた。やめなさい。どんなものにもカスタマイズは許す源さんが一番許さない。怖い。パソコンへのカスタマイズは許すけどマイクへは許さない。怖いよ。そうだよね、マイク大好きだもんね。1にマイク、2にマイク、3C がなくて5にサヤって感じだもんね。サヤの位置すごいんだ。 3C に入れてもらえなかった。 3C にも入れてもらえなかった。昨今刺激がなくてさ、はい、退屈な日々を過ごしちゃうからさ、はあ、ちょっとさ盛り上がるようなさ、なんかイベント考えようよ。あ、考えるんだ。そうそうそう、すごい嫌な音する。キキっていうイベントにする？最悪じゃん。みんなの嫌な音集めるイベント。あ、そうそう、職場のキーとか、あと車のキーって音とか。あ、絶対来る人いる。そういう謎フェチの人絶対いる。この世探したら絶対いる。嫌な音フェチいると。そうそう、嫌な音フェチ、そう、うん、いるよな、世の中にはいろんな人が。ぜひ我が社で働いてくれませんか。なんでね、我が社何すんの。前株クソギャグ。まだ生きてたんだその会社。まだ生きてる、うん、2年後上場予定。うっそ。じゃじゃん、これでちょっとあの一回乾かしましょう。ドライヤー。最後ドラってる間に僕も塗ります。源さんの後頭部にドライヤー。やめなさい、冷め切った関係にドライヤーを。やめてよ、乾いちゃうじゃん余計。冷めた後乾くて最悪じゃん。表現として。ダダダ大統領になったらね、君を人形にして濡れたタオルで毎日拭いてあげるね。怖すぎんだよ。何なんだよ。なんかこんな歌だった気がする。違えよ、もっと可愛い歌だよ。なんだっけ、なんか大統領になって、なんだっけ、大統領になってやることがもう犯罪者の域なんだよ。あれもちょっと可愛い犯罪みたいなことになってるけど。いや、たくさん招き集めて全員俺の国民だ、だっけ。違うよ違うよ。お母さんは何だと思ってんの。てかね、まあまああれよね。そうなのね。そう、実はマネキンといえばもうね、さやさん実は思い入れがやばい。縁もゆかりもそうそうそう、うん、やばいのよ。まあマネキンに思い入れあるって言ったら何やねんって話なんですけど。いや、なんかそう、私はね好きなね、はい、ドラマにね、アンブレラアカデミーってやつがあるんですよ。僕も大好きなんだけど、ネットフリックスオリジナルのアンブレラアカデミーっていうドラマがあって、今シーズン2までだっけ。え、ね、だってもうだって、え、うちのチャンネル見てくれた人みんな見てるよね。圧が怖いね。一時期なんかマジ見てない。ええうるせえな。配信のために布教してたドラマがあって。そうですね、一時期。あれ、賢いショタのいるのよ、ショタ自身いるのよ。そう、あのね、賢いショタのさやの好きな、なんかあの条件である、なんかすごい賢くて、そう、小生意気で、うん、なのに年齢は言ってて、そうなの、もう100点満点中2経点ぐらいあるんですけど。100点満点って何なんだよ。じゃあその私のね、めっちゃ好きなキャラクターがマネキンをね連れてるシーンがあるんですよ。はい、いやもうね、そのマネキンをねすごい大事にしてるシーンが、シーンとしては異様なんだけども、愛情深くてめっちゃ好きだから、え、まだみんな見てない人いないよね。見れねえだろ今のこの時間じゃ。え、見てないの。武器強くて怖いんだ。オタク怖いから喋んないでほしい、本当に。一回黙ってほしい。いや、まあそんなね、あのマネキン連れてる賢いショタっていう、なんかもうなんかてんこ盛りみたいなシーンがあるんですよ。いや、なんかこんなピンポイントで撃たれることなかったよね。そう、オカミは。見てない人何のこっちゃわかんねん。え、見てないの。いいよもう。なんかさ、なんか子供の頃ってさ、はあ、あの残酷かつ純粋なものでさ、うん、私リカちゃん人形遊びめっちゃ好きだったんですよ。あ、女の子みたいじゃん。そう、でも遊ぶ人いなかったんだけど。サガさんみたいだわ。安心した今。そうだからね、一、はい、人でそのリカちゃんでごっこ遊びするわけ。はいはいはい、でもね、純粋なサガさんはね、うん、危険な思想にたどり着いてしまったの。何？タイちゃん美容師さんになりたいなってなっちゃって。読める読める。読めるぞ展開が。もういいかな話さなくて。そう、その純粋なその手はハサミをリカちゃんに向けてしまったのです。あるあるすぎるだろそれは。でも私ね、戻ると思ってたんですよね。戻ったら怖いよ。戻ったら相当怖いよ。髪が伸びる呪いの人間になっちゃうからね。で今でもそのリカちゃん、あの実家の方にねいますからね。髪がボロボロの。あ、そうだよ、髪の毛ショートカットにして。ショートカットのボロボロのリカちゃんがいるの家に。ボロボロじゃないし、ちゃんとちゃんと綺麗にショートカットなんだ。その当時なりの努力はしてました。大丈夫、今呪いの人形とかなってない。めっちゃ伸びてるとかね。箱根が毛だらけみたいな、ね、私リカちゃんまた切ってもらうために伸ばしたのよ。メンヘラすぎるだろ。じゃ
源さんの3分クッキング。まず卵を適量用意します、はい、そして塩コショウを適量用意します。そしてチーズを適量用意します。ぶっ込みます。焼きます。そして完成したものがこちらです。めちゃうまいよそれ悪いけど、だって源さんだって5年間私と結婚して作った料理それだもんね、うん、だいたいそのレシピで岩塩振っとけばあと美味しくなると思う。だいぶ前だけど使って平気なのかな。塩だからいけるっしょ。大丈夫ね。だって海ってだってずっとあるもんね。極論すぎる何でも賞味期限ないよじゃんそれ。あるもんずっとあるもんずっと。鶏ずっと生きてるもんねっつって鶏肉いつも食えるよねみたいなさあやっていきましょう。はい、はい、なん皆さんあのお気づきでしょうか。あれもう一回塗り直してねっていう。あれなんか新しいくらい。いや下地塗るの忘れたらやっぱり定着しなかったっていうそうだから皆さんが今まで見てきたものは、はい、そうです、あの幻だったっていう。やり直してますこれ、はい、完全にやり直してます。じゃあ1からもう一回見ていこうじゃないの、はい、不気味の谷にもう一回頭から落ちていこうじゃないの。いや怖いんだよなちょっとこれやってる最中。いやそうちょっとねしばらく画面が怖いのは申し訳ございません。申し訳ございません。ただ源さんの絵はいつも通りあの感情のない子になるので、はい、そんなに影響はないんだけど。いやもう源さんもやば、はい、ほらもうほらもうこの口の口紅なんかもいつも僕が大好きな口紅じゃないですか。もうなんかもう好きがさ紅じゃねえし。もう紅じゃない。ああああいつも通りだフェイスペイントで何か、はい、そうですね、出しました、はい、フェイスペイントはいつも通りですね。そうですね、はい、そしてぐるぐるお目目を表現して、そうあとですね、瞳がね難しかったねやっぱ。そうね、うん、そうですね、一生瞳描いてるもんね。いやもう今回はほんとよほとんどキュユキュユにしたわよ、キュユキュユに。まあ今ねやっと不気味の種を少しずつ超えてきた感じなんですけど、はい、ゲンさんはというとなんかね、こっからゲンさんのやばいパートがあー絵じゃないやんお前。いや絵じゃないね、もう凄まじくない。もう固形コンソメそのまま食ってるみたいなもんですよこれは。もうやっぱ濃すぎるだろはい、ということで終わりました。終わった終わったぜ。疲れた疲れた。じゃあいきますよ、はい、せーのでどん。おお。やっぱすごいねゲンさん。いやなんかもうさ同じマネキン使ってこんな変わるってぐらいだったねやっぱね。ねどっちかっていうとね、うんうん、メイクしてる感じだった。あそうだね。そうそうそう、結構メイク感でしたね。そう、いやなんかここの幅が狭いのでシャドウを入れてみたいなさそういうそういう何技術を使った。確かにこれちょっとここにシャドウ入ってるんだ。あそうだから、ね、正面から見るとはいはいはい、はい、ちょっとここ広いんだよね結構。なるほどね。だからなんかこういにしえのメイクの知識をね、はいはいはい、引っ張り出してきて。いや結構それそれさ髪を上げてみなよ。あ、そう結構ね模様が隠れてるんだけど、そうそうそう、個人的には風になびいた時にだけしか見えないとかっていう。そういう設定があるんですねそうなんかねこっち側とかにも、はいはいはい、あお花とかね、こっちは鳥の羽とか書いてる。ほんとだ。え、もっとだって結構あるよね、うん、ちょっとしか見えないんだ。そうちょっと風になびいた時にしか見えない。え、もういいやん。民族民族の子なんだやっぱ。そうちょっとねこの帽子がね私が昔使ってたやつだからね、はいはいはい、ちょっと特感だったんね。そうちょっと女の子すぎちゃうんだけど、はいはいはい、私が絵に描いたの想像できる。想像できるよねこれね。ゲンさんが絵に描いたの想像できるでしょ。なんか手触れちゃうな怖くててかもうさまんまやん。まんまだよね、うん、これすごい。 これてかこれね今回ね、うん、僕のこれアイディア勝負なんだけど、うん、全部100均こっちなんだよあのこれは玄関であの、はい、お客さん呼ぶ用のベルとして今後あの活用します。うちに来た人が、うん、おいでっつってあの玄さんを呼ぶ時のボタン。僕はこの子に会いたくて、うん、すぐ行く。あその人じゃないんだそうそうその人に会いたいわけじゃない。来客者じゃなくてこの子に会いたい。でも来客者した人多分この子見て泣いちゃうと思うでも確かに入ってきた時いきなりこれガチャってこれ超怖いからねでこれなんかちょっとさ別に狙ってないんだけどさ、うん、あの昨日に引き続きっていうか昨日ウォッチドックスの案件やらせていただいたんだけど、はい、なんかウォッチドックスの世界にいそうな子になっちゃった。いやそうめっちゃ帽子のせいなのかもしれないけど、うん、ホログラムとかで登場しそうだよ。いやでもこれはねほんと全部100均で100均にこのベルが見て左右で違うのよね。リングアベルトこれねひっくり返したら同じこと書いてあるんだけど。あそうなんだ。そうそうそう。であのこれはアルミ。アルミそう自由に変形できるアルミと、これは結束バンド。結束バンドか。そうこれ自転車の後ろに荷物結ぶとかさ、荷台に結ぶ紐じゃ、うんうん、ほらこれあのお米くくりつけるときすげえ田舎だな。あとお大根とかくくりつけるなんで情報でも田舎だいやこれ前髪になってんのいい感じだね。いいでしょ、うん、でこれかわいい。ちょっと帽子上げるとほらほんとだつむじ
かメカちゃんになっちゃう。本当だ。だからそれをちょっと隠してる。可愛い。そう。可愛くないこの子結構。え、可愛い可愛い。同じ目なのに違う目になってんね。やっぱさやはこの元々ある目の形をさ、うんうん、大きく使ったけどさ、僕はちっちゃくしてみたいな。いやそうね。感じでね。いやでもこれはお互い最初に言ったさ、うん、自分だけの推しを作ってぐるぐる見回して、これさ絵描くときにめっちゃ良くない？影とか、ほら。あーね、確かに。影の付き方とかがさ、うん、一目瞭然なわけよ。ほら、やば便利ですねこれ。こんな入っていきなり何の心の準備もなしにいきなりマネキン置いてったらね、悲鳴あげるけど。いらっしゃいませ。喋るなこいつら。ようこそいらっしゃいました。やだ怖い。パクパク動け、お前から。ということで今回100均マネキンをカスタマイズ大成功だったんじゃないでしょうか。いいんじゃないですか。いいでしょうか。すごい楽しかった。よし、じゃあマネキンちゃん今からゲンさんのベッドで寝てこようね。ちょっといいです。あのお布団バーってめくる。やだ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 、もう日常生活気が抜けなくなる。